こんにちは、バブルBです。この番組は日本各地からのゲストにオンラインで出演していただき、今どうしてますかとお聞きするステイホーム型オンラインラジオ、バブルBの友達ズームインです。本日のゲストは DJ でプロデューサーのたぬきちさんです。どうもこんにちは。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、たぬきちさん、そちらは、まあ、昼のようですけども、実はこちらはね、ね、日本はね、夜8時でして、まあ、時差があるという、激しく。なんか7時間違う感じですね。7時間違うんですよね。はい。はい、で、まあ、そのたぬきちさん、このプロフィールのところに、カッコチェコって書いてるんですけども、今、ヨーロッパのチェコなんですよね、今いらっしゃるのが。そうですね、チェコのプラハに今ね、プラハ住んでますね。ああ、もう、はい、ヨーロッパにまだ、足を踏み入れたことがないもので。あ、本当ですか。いつか来てくださいよ。ですからこう、まあ、この番組も初めてヨーロッパの方とつないでっていう風になります、今回が。で、まあ、そこで田之内さんにですね、まあ、いろいろ音楽の話であるとか、チェコの話とかをね、お聞きしたいなと、思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロデュースっていうか、プロフィールにある通り、DJ プロデューサーとあるようにですね、たぬきさんは音楽で、主にハードテックっていうダンスミュージックのジャンルを中心とした、DJ、そして、まあ、プロデューサーをやられてるんですけども、それを、チェコを中心に今活動されているということなんですが、まず、たぬきさんがチェコに渡った時からの、お話を聞かせていただけたらと思うんですけども、どういうきっかけでチェコに渡られましたか？はい、そうですね。一番最初に、チェコに来たのは、2011年の、はい、春から夏にかけての、3ヶ月間だったんですけどね。はい。で、一番最初、本当になんか僕が、やってる音楽っていうのが、ヨーロッパでもどういうふうに、こう、まあ、機能しているかとか、パーティーはどんなふうになってるのかっていうのを実際に見たかったっていうのが、一番あったんですよね。はい。で、その時期に、僕がずっと好きで、このコンタクトを取ってた、僕の音楽聴いてる方は多分分かるかなと思うけども、はい、マット・ウィーゼルだとか、ドクター・ルーニーだとか、うん、サバーベスだとか、キージェン・カオティックだとか、そういう人たちが、みんななんかチェコにいたんですよね。みんなチェコだ。みんなフランス人なんですけども、おー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 、そのフランス人の人たちが、チェコ共和国の、まあ、その、プラハにですね。はい、なんかもう住みやすいっていうのと、まあ、物価が安かったりだとか、あとまあパーティーがいっぱいあるっていうので、うん、はい、で、なんかもう本当にみんな行ってたんですよね、そこにね。まあ、なんかイエスパパクルーとか言われるような人たちがね。うんうんうん、で、その彼らが、ちょうど2011年の時に、うんうん、クラブを開いたんですよね。はい、でクラブはまたそういうなんかハードテックとかそういうこう、うん、ハードコアな速い音とはまた別に、うんうんうん、その2011年はなんかエレクトロハウスのブームとかがあったじゃないですか。うんうんうん、でそこのなんかエレクトロハウスとかそういうテックハウスとかそういうハウスミュージックを中心としたなんかクラブを、はい、開いたんですよね。うんうん、で要はまあそこでビジネスをやるっていうことなんで、うんうん、で僕もちょうどその時期に行きたかったんですよね。で、うんうん、なんでもうそのタイミングでまあ、マットが来たいみたいな、すげえ楽しいよって言ってて。で、うんうん、あ、じゃあ一回ちょっと行ってみるって言って、うんうん、で、まあ、ビザ出しでその3ヶ月ちょっと行ってみたんですよ。うんうん、で、行ってみたら、まあ、すごいやっぱ楽しかったっていうのもあったんですよね。うんうんうん、その、まあ、で、僕がもう音楽、その早い音楽をやってて、はい、で、僕だから、その、チェコに行く前、活動してたその、中心っていうのが、うんうん、まあ、大阪だったんですよね。で、よく、ナンバの、まあ、ロケッツの隣の、まあ、その時、サオマイって言われてましたね。うんうん、ありますね。サオマイとかで、はい、やらせていただいたりとかしてたんですけども、はい、で、やっぱりなんかね、こう、知ってる人がもう本当に、やってた人も、もう僕と、うん、あと、ネンデキってやつと、まあ、もう、あとは、ちょっとワイルドパーティーとかトマドくんとかがたまにミックスしてたりとか、本当にもう5人もいないような、なんかそんな感じだったんですよね。うんうん、で、もうそれだったらもう聞く人も全然少なくて、もう全然なんか、うん、なんかパーティーでやっても、これはなんだ、うん、こういう音楽だ、みたいな感じで。なんで一回その、よくこう、レコード屋さんとか行って、はい、こうレコードのジャケとか CD のジャケとか見るとこう、はい、なんかその像みたいなのがあるじゃないですか、うん、パーティーの。うん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 、でそういうのを一回もやっぱり、まあ、日本でも見たことがなくて、うん、で一回そういうのも見てみたいなっていうのをやってみたいな、どういう反応が自分が作ってるとかどういう反応があるのかっていうのもあって、うんうん、
それで行ったっていうのをまあ決意っていうか、一回だから最初まあ見てみたんですけど、ね、うんうんうん、そうしたらすごい楽しくて、まあ良くて、うんうん、なんで、まあ移住じゃないですけども、行ってみたいなっていうふうに思ったのが始まりでした。なるほど。まあ3ヶ月、はい、ビザなしで観光としての滞在という形ですよね。そうそうそうですね。はい。で、その、どこに、お住まいっていうか、その時は、どこで、どういう形で滞在したんですか、チェコには。ちょうどその時は、マイスペース。はい、はい。があったじゃないですか。フェイスブックじゃなくて。うん、そう。で、マイスペースで、ドクター・ルーニーと、うん、まあ、なんか話をしてたんですよね。うんうんうん、そこ、携帯もあるで、まず、で、で、その彼もちょうどその時期にパリから、そのプラハに、その、引っ越しをしたい、まあ、移住したいって言って、うん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 、あ、じゃあ、ちょうどその時期に一緒に行こうかって言って、うん、そうなんですよ。で、まあ彼はもうその3ヶ月、まあ今も彼もいるんですけど、ここに。うんうんうん、その、まあ3ヶ月僕はあれなんですけども、つって、その、フラット、まあ部屋ですよね、アパートも。まあ一緒に。まあ最初、一番最初2人で着いた時は、そのマット・ウィゼルの家に、1ヶ月ぐらい滞在してたんですかね。はい、まあ2、3週間ぐらい。かなり、まあお世話になったんですけどね。で、そこで、で、彼と、まあまあ3人でその部屋を探して、で、もう借りちゃったんですよね。そこが始まりましたね。なるほど、はい。ちなみにそれが人生初チェコだったんですか、その時が。そうですね、そうですね。その前、それまでその海外と自分とってなんかあったんですか、うん、チェコ以外の国に。全くなかったですね。韓国、中国、ハワイとかも全く行ったことが、まあ、タイとかも。うん、それもなかった、はい、韓国、中国、タイとかはない。全くなかったですね。思いっきり、ものすごい思いっきりですね。その、いきなりチェコに住むって。なんか、ね、やっぱこう、うん、なんか聴いてる音楽とかもね、こう、あって、なんかまあ行きたい。別にチェコじゃなくてもよかったんですよ、はいはい、フランスとか、うん。ただもうみんながなんかそのチェコに住んでるっていうのを、うん、まあ知って、で、はい、行ってみたらその、物価も安かったりとかで。あ、うん。うん、なんかだからイギリスに行くとかアメリカに行くっていうよりかはちょっとレベルがなんか落ちるっていうんですかね、うん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 、そういうところがあったと思いますね、うん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 、なるほどなるほど。その2011年の時点で日本よりも安い感じでしたか、物価って。今もね、その安いですね、やっぱりね。そうですか。家賃とかも、僕、うん、そうですね、半分ぐらいなんじゃないですか。安いですね。はい、なるほど。で、お仕事とかってどうされたんですか、そのチェコに。まあ、移るときに日本でお仕事やってた場合とかって、はい、どうなったんでしょうか、そういう。そうですね、もう日本で、はい、最初僕、その時は関西でまあ働いてたんですけども、はい、うん、それでこっちに来た時は、うん、はい、一番最初は、日本料理店にちょっとまあドア叩いて、うん、はい、働かせていただけませんかって言って、うんうんうん、そうなんです。で、まあ、ちょっと2、3お邪魔したんですけども、はい、うん、で、うん、結構ちょいちょいあるんですよ、こっちにも日本料理店がね、うんうん。で、その日本料理店で、もう本当にだからもう、なんかいろいろやってましたね。へぇ、もともとじゃあもう料理の腕はお持ちなんですか？いや、そこまでね、あれなんですけどね。でもこっちに来るね、その口実っていうか、まあやっぱりその、はい、ビザをその手に入れるのって、やっぱりこう一つのこう壁じゃないですか、ね。ああ、はいはいはい。そうですね。どうしよう、どうしたらこういけるかなっていうのをその、うん、まあ、考えてたんですよね。うんうん、で、その時に、その内側の、うん、まあちっちゃいんですけども、居酒屋みたいなのを、まあ、静岡実家なんですけども、はい、そこでやってまして。へ、え、ぇ、え、で、うん、そこで調理師免許をまず取っちゃったんですよね。うん、おー、すごい。うん、そうなんです。で、調理師免許を取っちゃった。うん、で、まあ、その全然料理もあれなんですけど、うん、で、それで、チェコ政府に、はい、まあ、日本料理店を開きたいので、ビ、うんうん、ザをください、みたいな感じで、うん、で、その時本当に、ね、やりたかったんですよ、一番最初はね。うんうん、その、うんうん、でもこっち来てみて、いろいろなんかその、はい、例えばその、レストランを開くにあたり、うん、なんかいろいろと障害、まあ、一つ言語ですよね、うん、あ。すごく大変な言語なんですよ。そもそもその言語、その海外にほとんど行っていない、はい、田口さんがいきなりチェコに行って、まあ、そのいろんな音楽をやってるね、アーティストの方たちと今シェア一緒に進んだっていう話がありましたけども、うんうん、そもそも何語でコミュニケーションしてるんですか、そこは。あ、ね、彼らはね、フランス人が、まあ、だったんですけども、はい、英語ですね、英語。ああ、まあ、そのお互いが英語を喋ってコミュニケーションしていくと。そうです、そうです。いう感じですね。はい、で、もうチェコですごい暮らしていく場合、英語で住むんですか、チェコの中での暮らしって。いや、やっぱ喋れないとダメですね。ほんの少しは。はい。そこは何語になっていくんでしょうか。チェコ語ですね。チェコ語、チェコ語。そうです、そうです。まあ、ドイツ語とかに近いんでしょうかね。
いや、違いますね。ドイツ語じゃなくて、スラブ語圏なんで、ロシア語とか、はい、あっちの方になります、ね。ああ、はい、なるほど。チェコ語は、ちなみに今はどれぐらい覚えてらっしゃいますか？ほんの少し喋れる程度だと思うんですよ。なんかこっち住んでから、うん、で、僕のやってる音楽っていうのが、うん、フランス語圏の音楽なんですよね。はい、はい、はい、はい。例えばフランスとか、スペインとか、うん、まあ、どこでもそうなんですけど、うん、行くと、なんかもう DJ とかみんなもう上のところがもうフランス人ばっかなんですよね。なんかもう例えば楽屋とかまあどこでもそうなんですけども、はい、もうみんなフランス語を喋ってるんですよ。あ、なるほど。なんである時点でそのフランス語を喋らなきゃいけないなっていうのをその、うん、感じまして、うん、でフランス語も勉強しだしたんですけどもね、はい、今僕フランス語の方がチェコ語より喋れますね。へー、結構難しいんですよ、本当難しくて。例えばなんかなんでしょうね、こう、はい、本とかっていうと、英語だとこう、はい、the book とか、なんか、うん、this book とかあるじゃないですか。うんうん、で、その this にも、あ、その book っていうその、うん、名詞ですかね、はいはい。に、男と女と中性っていうのがあるんですよ。うんうん、中性名詞とか男性名詞とか。で、典型とか、そっち系のがあって。うんうん、で、要は、その男だと、名詞が男だったら、その座を何々に変えなきゃいけないとかっていうのがあるんですよ。うんうんうん、はいはいはい。で、それが、その、複数形と単数形であって、うんうんうん、6つ変えなきゃいけないんですよ。はあ。日本語って全くそうにないじゃないですか。そこまでないですよね。それ本に男女ってつけるっていう時点で。そう、本とかなんか月とかこう机とか物に男女あんのかよっていうのはそもそもありますからね。そうだ、難しい、ね、でも意味なんかこう無駄なこう体力を使うじゃないですか。日本語本当教えててね、思いますけどね、簡単なんですよね、こう、うん、こう複数形とかね、単数形とかがなくてね、うんうんうん、なるほどね。まあだから今は、まあ、英語とフランス語が使うことが多いっていう感じなんでしょうか。そうですね、そうですね、英語とフランス語ですね、はい、今は。で、まあ、その話に戻って、その日本料理店 で働きつつ、まあそれでビザを取得されて、で、まあ、一回日本にまあ戻られてから、もう本格的にチェコに移るっていうふうになされたっていう感じでしょうかね。そうです、なんか1年間ぐらいかな、準備してまして、うんうん、はい、でその後にまあ晴れてというかね、こっちに、うんうん、移動したんですけども、ね、はいはい。で、それが2013ぐらいでしょうか、2か3か。11に最初に行って、はい、で12に移住したと思いますね。あ、じゃあだからもう8年、うんうん、8年前、はい、12ぐらいにもう本当にチェコに、そうそう、引っ越しですよね、はい、海外の引っ越し、うんうん、でチェコで家を探してっていう感じでしょうか、ね、そこからは、はい。あ、で、まあ、それから、ずっと DJ とプロデューサーとして、まあ、その並行していろいろなことをされてると思うんですけども、まあ、DJ プロデューサー面の活動っていうのは、本格的にチェコに移住されてからどのような活動をされていらっしゃいました？そうですね、基本的に、まあ、一番最初だからもう本当にもうどこでも出せていただくパーティーはもう出して、うん、もうやらせてくださいっていうので、うんうんうん、本当にチェコ国内だけだったんですよね。まあ1年2年か分からないですけども、そのぐらいは。で、まあ、曲作りもそれやってて、うん、で少しずつなんかそのチェコの周りっていうんですか、はい、例えばドイツだったりとか、なんかイタリアその時あったりとか、うん、あとはスペインとか、なんかその辺周りもこうブッキングをなんかいただけるようになって、はい、うん、そうなんですよね、うん、今だからなんかもうチェコ国内よりも、はい、まあ、今っていうかちょっと前はチェコ国内よりも、うん、海外のブッキングの方が多くなりましたね。へー、はい、それはヨーロッパの EU 諸国っていうか、そのあちこちに、移動してって感じでしょうか。そうですね、そうですね、今だから、イギリスが多くて、フランスもありますよね。 あとどこかな、ドイツ、スペイン、うん、オーストリア、あとリトアニアとかも、なんかちょっと北のところとか、あとはオランダにベルギーとか、うん、その辺ですかね。すごいですね、はい、ネットワークがもうどん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 できてきてという感じで。なんかね、そこ僕らの聴いてる音楽のコミュニティみたいなのがあるんですよね。はいはいはい、はい。ね、うん、中心としてね。うん、アメリカとかそのだとまたちょっと違うみたいなんですけども、うんうん、そうですね、ヨーロッパなんかあるんですよ、そういうコミュニティがね。なんで、うんうん、助けていただいてます。なるほど。全然やっぱ日本と違いますね、そういう音楽のとにかくカルチャーとか。そうですよね、そうですね、やっぱりなんかこう、うん、
今のこう若い方、例えば東京に住まれてる方とか、はいはい、例えば週末、まあ、なんかやることないとかって、はい、こう、どういうことしてるんですかね。多分カラオケとか行ってるんですかね。東京にいる若い頃は週末やることない場合、なんでしょうね、うん。動物の森とかやってるんでしょうかね。ゲームしてる。ああ、なるほど、なるほど。ゲーム面白いですからね。アニメ見たりゲームしたりとかは若い頃は多いと思いますし。こっちの人なんか、はい、うんうん、やることないともうとりあえずどっかに出て、はい、そのクラブに行くみたいな、そういうこう、はい、回路っていうんですか、そういうなんかのがあるんですよね。やることないとクラブに行く、まあそれ普通な感じで、うんうん、本当に普通ですね。それでも全然日本、まあ、そういうのは全くないですよね。クラブ行くのはないですよね。ちょっと違いますよね。違います。クラブ行くのは本当クラブに行くマニアの人、その音楽が好きな人、あとはナンパしたいやつとかね、モテたいやつとか、そういう、まあ、20代の頃はそういう感じでしょうけども、ほんま30過ぎてくると音楽好きのやつが一部いて、で、そういうの人らが、その、知り合い出るから行ってくるとか、まあそういうのが多いと思うんですけど。3、4、50とかでもいますよね、なんかで。いいですね、うん。そう、なんか家族ぐるみでもそういうこう文化に、うん、なんていうか、どっぷり使ってるみたいな。まあ、根本的にやっぱりそのクラブ音楽っていうものの立ち位置が日本とはもう違うと。違うんでしょうね、そうね。僕はだからまだヨーロッパに行ったことないし、うん、それも見たことないので、はいはい、それを目にすると衝撃受けそうですね。うん、そんなにその家族が普通にクラブに遊びに行くなんて、こう日本で。来てますね。来てます。なんかもう子供連れたりとかね、うん。そうするとやっぱりその市場っていうか、お客さんの数も当然多いし、うん、その DJ の、なんていうかね、DJ がそれで生活できてる人っていうのも日本とは違う。多いと思います。でもやっぱり、何かしらやっぱり職を持ってる方っていうのはね、はい、うん、もう多いと思いますけどもね。DJ やりつつも、やっぱりその波があったりとかするから。たぬきさんも、まあ、この打ち合わせでその波があってっていう話もさっきほどあったんですけども、まあ、DJ、ミュージシャン以外のお仕事っていうのも、されているっていう。そうなんです、そうなんです。で、一番最初にこっち来た時はもう本当にだから音楽の収入ももう全くなくてですね。はい、まあ、なんか働けることはないかなっていうふうに探して、はい、で、はい、まあ、日本人ですし、まあ、日本料理店にいくつかちょっとドアを叩いてみてね、聞いてみたんで、はい、ちょっと働かせていただけませんか、はい、でそしたら、快諾というかね、していってされていただいて、で、まあ、本当にもう手伝いとかいろいろしててね、そこで働いてたりしてたんですけどね、はい、で、それが、まあ、移住してからですよね。で、何ヶ月か、まあ、それは続けてたんですよ。はい、で、全然問題なかったんですけど、で、その日本料理店が、あるタイミングで、まあ、潰れちゃったんですよね。あら、まあ、うん。なんか、朝かわかんないですけど、なんか、いきなり呼ばれて、潰れますじゃないですけど、なんか言われて、本当ですか？どうしようかな、みたいな、こういうの、時があって、で、で、そのなんか一緒に働いた従業員さんも、まあまあどうしようか、私はまあこういうことがあるみたいな、で、まあまあ僕本名伊勢って言えるんですけど、伊勢君どうするのって、で考えてたんですよね。で、その時に、その方が言ってくれたのが、僕、大学の時、理系教科を専攻してたんですよ、ね。はい、はい。で、なんていうんですか、数学とか物理とかを教えるのはすごい、で、教えるのも好きなんですよね。はいはいはい、なんかその大学生の時に片手間でちょっとやってたりとかしまして。うんうんうん、でそれだったら、こっちに住んでる日本人の家族とか、ご家族さん、子供さんに、相手に、家庭教師業を始めたらいいんじゃない？ああ、なるほど、うん。あ、もしかしたらそれいけるかもしれないみたいな。本当最初そんな感じだった。うん、まあ、いけるかもっていうか、もうやらなきゃいけないみたいな。まあ、潰れちゃったら、ね、お店が。どうしよう。で、友達に何ですかね、はい、フォトショップみたいなのちょっと借りて、はい、で、ちょっと軽くなんかフライヤーみたいな紙のやつ作って、はい、で、それをまあ、いくつかなんかまあコピーして、うん、で、まあ、こういうことができます、みたいな。はい、で、なんかここのチェコの、プラハの、日本料理店とか、そういう、なんか食材店とかにお菓子とか、そこが始まりだったんですね。で、そうなんです。で、家庭教師業をその時で始めたんですよね。はいはいはい。そうなんですよ。で、それでずっと行って、なんか数学とか物理とかなんか、まあまあ英語とかも教えてて、だからいろんな、ご家族さんとこっちの、チェコに来られてる日本人の方。と、お会いしましたね。へー。そうですね。そうなんですね。貴重な体験者。そうですね。で、それをもう何年か続けてたんですよ。はい、まあ、5、6年ぐらい続けてたと思うんですけどね。はい、で、もう、
ある時点から、うん、ちょっとシフトしてきたっていうか、はい、日本語をこっちに住んでる、うん、その外国人の方に教えるように変えてた、ね。また違う教える業ですよね、それはまた。そうなんです、そうなんです、はい。だから、で、なんかね、ある時点で気づいたんですよね、うん、そっちの方が僕の方に合ってるなっていうのが。ははうんうん、なんかだから、例えば、その、うん、日本に来てる、その在住、うん、在チェコの方で、うんはい、まあ、その お母さんがちょっとコンタクト来て、うんうん、で、はい、まあ、そのお子さんをこういうふうに教えてください。うんうん、まあ、中学2年生です、うん、高校1年生です、とか、まあ、小学何年生です、うん、で、行くんですよね。はい、で、まあ、教えるのは全然大丈夫なんですけども、うん、日本人を、日本語を、その、こう、知りたい、勉強したい方の方が、うん、自分からやっぱこう来るじゃないですか。ピュアにやっぱこう、勉強したいってところがあるんで、うんうんうん、やっててなんか、ちょっと違うんですよね。うん、やっぱりこう、したい時って勉強しなきゃいけないみたいなのあるじゃないですか。うん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 、受験とか、あと親がやらせるとかね。そうそう、受験、そうそうそう。そういうのじゃなくて、うん、俺は日本語習いたいんだっていうモチベーションが高いから、やっぱり教える方としてもなんかそう、スイングするっていうか、進んでいく感じがあるのよね。あと、で、こっちにその、うん住んでる、まあ、なんかフランス人の方とか、チェコ人の方とか、そのスロバキア人の方とかとあって、うん、で、まあ、日本語を教えてくるんですけども、うん、でその過程で、別に僕自身がその DJ をやってるとかって、その彼らには、全く問題はないというか、全然こうナチュラルで入れるんですよね。うん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 、でも日本人の方って、その、別に隠してるとかじゃないですけども、うんうんうんあんまりなんか DJ をやってるとか、そう音楽やってるとか、まあ、ましてや、そのバン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 言って速い音楽なんで、その、うんうんなんていうかな、こう、必要とされてない情報というか、その隠すじゃないですけど、多分どっかでは、バレてるところはあったと思うんですよ。うん、なんかそういう節はね。うん、なんかこう LINE とか、うん、お母さんとやってて。うんなんか LINE って名前が見えたりとかしません、うん、なんか。見ますよね。はい。LINE ってアカウント1個だから、その DJ ネームを LINE にすると、まあお母さんに出てくる。なんかそういうのがあったり、なんかそういうのがあったりとかするんで。はいはい、いつかどっかの時点でバレてたと思うんですけど、で、うんうん、でだんだんその日本語を教える風にシフトして、はい。ですね。だから今はもう数学とか物理とか、たまになんかちょっとその、うんなんかどっかに作ったウェブとかからその、ご連絡コンタクトいただくときとかあったりとかするんですけど、うんはいはいはい、で今はだからもうどっちかっていうとそっちはやめて日本語を教えてるっていうふうにはなってきました、ね、なるほどなるほど、うん、じゃあ今はその音楽 DJ 業とプロデューサー業そしてまた日本語を、はい、チェコの方々に教えるっていうことを、まあ、チェコそうそれが、はいコロナ前の時のその、うん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 なんていうかね、ルーティンっていうか、仕事でしたね、うん、僕はね、うん。なるほどね、はい。で、それで DJ 活動とかやられてるときに、まあ、コロナが、ついに、まあ、今年になって、もうびっくりでしたね。ね、発生しまして、うん、まあ、中国から始まって、その世界中に伝播したわけですけども、まあ、この番組で、過去にですね、イアンさん、アメリカに在住のね、はい、イアンさんであるとか、あとは、まあ、中国、上海に在住の知り合いだった。だったりとか、台湾だったりとかね、お聞きして、まあ、それぞれ国でそのコロナに関する状態、状況が、まあ、バラバラだったりとかして、うんなんでまあ、僕、ヨーロッパのことについて聞くのは今回初めてなんですけども、はい、チェコでは何月ぐらいからそのコロナってこう騒がれ出しされた感じでしょうか。そうですね、今年ね、その2月の終わり、はいうん、確かバレンタインの後に、僕、1回日本に帰ったんですよね。はいはいはい。うんでそれはもう本当になんかプライベートで、ブッキングとかも、うん、まあ取らずに、うん、まあ取った方が良かったんですけど、今考えると。行ったんですけども、はいはい、その行く前の、確かね、20日ぐらいか、ちょっと覚えてないんですけども、うん、前にそのチェコに行った時はもう全く何にもなかったんですよ。なんかこう、うん、SNS とか見ても、うん、なんかそのコロナのを馬鹿にしたなんかこう、うん、なんですか、ミームみたいなのが、たりとかで結構まあリラックスムードだったんですよ、ねうんうんうん、で日本に行って、はい、で日本その頃だからもうマスクをし始めてたぐらいの時期だったと思うんですけど、うんうん、で10日ぐらいいて、うんうん、で帰ってきたのが、うん、その2月の終わりでしたよねあれね、はいはい、2月、まあ、25、6、7とかだったと思うんですけども、うん、でその時に1個なんかもう帰ってすぐにブッキングがあったんですよ、うんうん、でそのブッキングでをそのオーストリアのちょっと近くのなんかチェコの東部、南部ら辺にあったんですけども、うんうん、でそれが帰ってくるときに、まあ普通に電車乗ってたんですけども、うんうんうん、僕がこうやって普通に座ってると、うん、なんか変な感じでもうこう遠ざかっていくんですよね、人がね。なんかもう汚いものを見る。
な感じじゃないですか。これなんかおかしいな。うんうん、で、なんかその、あの、電車の中のそのレストランみたいなのがあって、はいはい、で、そこのレストランのところに行ったら、うん、なんかもう本当にこう、一緒に、その最初に座ってた人がもう、はい、なんか逃げていくようにとか、去っていったりとか、これなんだろうみたいな、うん。で、なんか、携帯とか見てたら、あ、コロナじゃないですか。うん、あ、これかって思って、うんうんうん、最初なんかすごいそういうのをなんか感じたんですよね。あで、まあ、帰ってきて、うん、で、そのぐらいから、なんか一気にこう、真っ黒じゃないですけど、なんかこう、もうブワーってきて、で、うん、SNS 見てたら、なんか友達がもうなんか、うん、あの、オーガナイザーの方とかもうなんか、ゲームオーバーみたいな書いてあったりとか、うん、結構やばかったです、あの時のムードがね、もう本当に。で、3月の初めぐらいになって、うん、で、僕のその所属してるエージェンシーとかともなんか話したりとかして、はい、もう夏までもう全部、ブッキングがなくなりました、みたいな言って。うんうん、もうみんなそんな感じですよね。あやばいってなって。パーティーね、やっぱ3密ですから、まあ、それは、うんまあ、もう日本もそうですけども、ヨーロッパももちろんそのパーティーが全部飛んで、なくなって。そこでもう政府もダメって言われちゃったんで、もう絶対出てきないっていう。みんな、そてんやわんやじゃないですけどね。うんそのまあ、人にその何でしたっけ人が去っていくっていうのはやっぱりこの中国から、広まってそうです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 でもう見た目はもうそうです、ね、日本人でも中国人でも一緒なんで分かんないアジアの人だから、うん、あのアジアンだから金を持ってるぞみたいな、うん、そう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 雑な感じだったってわけですよね雑ですよ、ねうん、なるほど一番最初のそれがありました、ねうん、で、うん、その3月パーティーとかがなくなってどんな風に考えましたか3月中とかで、その時点で、僕が向こう3、4ヶ月ぐらいで、確かね、8ブッキング、8、9ぐらいあったんですよね。うん、はいはいはい。でも、それが、もしかしたらやれるかも、でも、うん、多分やれない、もうほぼやれないんだろうな、状態になって、うん、でも、その、なんていうんですかね、こう思い描いてた、こう、うんうん、流れがあったんですけど、それがもう全部なくなっちゃったんで、はいはい、これはやばいって思ったんですよね。うんうんうんそうですね。なんとかしなきゃって思って、うん。で、その時に僕のその、やってたのが、その日本語を教えるっていうのがあって、はいうん、で、その時点でちょっと、その僕のある方、うん、まあ、2人ぐらいだったかな、2、3人ぐらいに、うん、音楽のなんか作り方みたいなのをね、はいはい、教えてた。うん、もう本当にこう、ズームのこういう感じ。ズームはね、まだその時に入ってなくて、はい、なんかまだズームの存在を知らなかった時だったと思うんですけど。うんうんうん、でその時はなんかスカイプと、うん、あとヤマハのなんかネットデュエットって。ああ、ありますね。はい。うん、ありますね。で、うん、あれでなんかその曲作りとか教えてたりしてますけど、うんうん、ちょっとこっちをもうちょっと強化しないと、ちょっとこれは死ぬなじゃないですか。やばいなっていう思いまして。で、ツイッターとかでも、と、あとフェイスブックとかですね。で、うん、まあ私は日本語を教えれます。あの、ヨーロッパの方に日本語を教えれます。うん、で、日本の方には、まあ英語を教えれます、うん。あとは曲作りもできますっていうふうにちょっとやったんですよね。うんうんうん、で、そうしたら、本当にありがたいことで、助けていただいて、こう、ご連絡をいただいて、うん、で、そこで、だからそのパーティーであったものっていうのを今、だからそこでシフトチェンジして、うんやってるあのライフスタイル変わりましたね。なるほど。はい、オンラインで、うん、あの音楽のその知識とかそのスキルとかまあそういったものを徐々に徐々に教えていくっていう。うん、だから言ってみれば今そのパーティーが飛んだ今、はい、まあ音楽のトラックの制作とかも並行してやられてる。あもうずーっとそれはもうずーっとやってますね。やってますね。曲作りはもうはい。トラックの制作は多分その、ずっとやられてて。で、それと並行して、その教える仕事。はい、日本語を教えるのと、その音楽を教えるの。その二つをずっとやられてたって感じでしょうかね。その、コロナの前は。はい。日本語は、教える方はどうなりました、はい、今もやってますね、やってますね。で、それは、教室は、閉鎖はされなかったって感じなんですか？それはね、教室はね、閉鎖されたんですけども、はいはい、もう全部、その、ズーム授業に変わったんですよ。ああ、オンラインで教える。はい、なるほど。そう、うん、もうだから、もう学校がこうしてくれって。で、その時、うん、その時に、その、ズームの存在を知ったんですよね。ああ、なるほど、なるほど。で、簡単だよって、うん、軽くなんかレクチャーじゃないですけど、教えてくれて、うん、これこれこうやるといいよ、みたいな、うん。で、あ、すごいいいなって言ってみて。うん、で、今までだからスカイプとかでやってたんですけども、もう全部それこれ変えちゃって、で、3月の初めぐらいでしたかね、なんでね。うん、なるほど。じゃ3月初めに、オンラインに軸足が完全に移ったって感じですよね。はい、日本語とその音楽
教えるのとっていうことで。で、そこで、その、チェコの街の様子ってどんな感じになってました？その時はもう本当にこう、なんでってシティじゃないですけど、もう誰もいなくて。やばかったですね。で、その時、冬は結構もう本当になんか寂しい感じになるんですよ、ヨーロッパって。はい。はい、うん、日本とはちょっと違う感じで、もうちょっとなんかこう、うん、なんかこう、なんていうのかな、本当暗い感じになるんですよね。うんうん、日光も全然当たらなくなりますし、うんうん、日本って冬って、うん、昼間の時間って、言っても5時とかまでありますよね、4時半とか5時。うん、こっちだとなんか2時ぐらいになるともうなんか暗いみたいな、もう1日中暗いみたいな時もあった。緯度が高いからですよね。なんか、はい、そうなんですよね。はい、あとは、こう、雲がちょっと厚かったりとかで。はい、はい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 。で、なんか霧がちょっとかかってたりとか。うんうんうん、本当にその時期はやばかったですね。なんかこう、ペストが蔓延したじゃないですけど、誰もいなくて。誰もいないし、不気味な、そういう雰囲気になってるしっていう。うん、その政府も閉まった。なんか外出禁止令、はい、ロックダウンとかって出てましたか、チェコって。もう本当にね、すごくてね、日本大使館から、はい、もう週1かもう3日に1回、2日に1回ぐらいで、はい、うん、なんかこう、新しい情報が、ポン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 来てたんですよ、うんうんうん、こう。チェコ政府がこういうことを決定しましたので、うんうん、例えば2メートルか、2メートル間隔を空けてくださいとか、はいはいはい、ホームセンターはこう閉まりましたとか、うん、なんか、もう、レベルがすごいあったんですけども、はい、うん、本当、あれはすごかったですね。例えばなんか60歳以上のその人は、なんかこうスーパーに、もう60歳以上の人だけが10時から12時までスーパーのに入れますよ。へぇ、細かい。そうですよ。本当に細かくやって。多分小さい国なんで、そういう決定が多分早いんだと思うんですけど、うんうんうん、早くできたんだと思うんですけど。ああ。なんか、政府に対して怒ってる人とかっていましたか？そのチェコの中の人とかで。いや、そんななかったですね。なかったですね。みんななんか、結構もう、なんかストレートに従って。本当に？で、向こうしようみたいな感じで。うん、あとは社会保障とかなんかそういうのもこう向こう、何ヶ月だ ?9 ヶ月って言ったかな ?6 ヶ月か9ヶ月ぐらいはもうチャラでいいですよ、みたいな。すごいですね。うん。まあ、出て、あと。そう、はい、決定が早いことと、まあ、そのチェコの国民が、ね、日本だったらなんか政府に対するなんかこのなんか恨みみたいなものが、うん、ネットを。やっぱあると思いますけどもね。つまり、うん、まあ、それでその日本の政府もなんか動きが遅かったりとか、あとその自治体とこう、反りが合わないというか、自治体の言ってることと政府の言ってることが逆だったりとか、うん、なんかそれで混乱とかあったんですけど、やっぱチェコって、なんか今話聞く限りではすごいスマートで、スピード感があったっていう。やっぱりね、こう、日本は大きい国っていうのがもうまず第一にあるんじゃないですかね。うん、だって、チェコ、ここのプラハ、一番首都ですけど、はい、130万人ですよね。130万人しかいないです。だから、うんうんうん、本当、名古屋とかよりもちっちゃいですよね。ああ、日本の地方都市ぐらいな感じ。そうそうそう。コンパクト地域っていうか。はい。だとしたら確かにその、決定は早い。はい、それだったと思うんですよね。本当田舎ですよ、本当に。なるほどね。うん。で、まあ、それでその3月の途中からその外に出歩く人がほとんどいなくなって、でも外に出歩かないとできないこととかもあったりすると思うんですけども、なんか、外に出た時ってどんな時でしたか？出なかったですね。出なかったですね。買い物とかはどうしてました？買い物だけなんかその許されるみたいなのが、なんかメールが来て。はいはい、うんうん、うん、スーパーに行けるみたいな。うん、なんで、だから一週間に一回ぐらい、もう本当にもう本当に爆買いして、戻ってきて、もう本当それだけでしたね。あ、まあ、うん。それが2ヶ月ぐらい続いたっていう感じでしょうか。それぐらい続いてたと思いますね。あ、なるほど。はい、チェコの感染者数とか、そういったものってどうでしたか？スペインとかフランスやばかったんですけど、はい、イタリア。やばかったですね。なんか800人とかそれぐらい行ってましたもんね、1000人とかね。行ってましたよね。チェコはね、行って多分80ぐらいじゃないですかね。なんか200とか行かなかったの。そんなに、もしかして行ってたかもしれないですけど、ある時点では。でもそんなに上がらなかった印象がありますね。うん。うん、もちろんその間もそのチェコとその周りの国との行き来はストップされてる。あ、もう早い時点でもうダメですって言われました。ダメなんですよね。はい、で、うん、もう切っちゃいましたね。収録してる6月7日時点でもまだストップされたまま。今この時点で、今週からもう便は出てますね。ああ、じゃあもう、うん、
いや、出てるんですけども、多分その、もう本当に緊急の人だけに許してると思うんですよ、ね。ああ、なるほど。その遊びに行くのはちょっと待ってくれみたいな。ちょっときついと思いますね。もしかしていけるのかもしれないですけど、でも、うん、で、なんか聞いたのは、結構もうこの辺周りはそうだと思うんですけども、6月の15日からなんかもう普通に行き来ができるみたいな。はい、結構緩和はされてますね、今は。なるほどね。はい。とはいえ、まあ、この、まだ完全にっていうか、全然まだ戻ってないっていう感じしますよね。その状況であると。そうですね。まだちょっとね、気をつけなきゃいけないですよね。まあ、ヨーロッパ各国で、その DJ で呼ばれて、活動されていた田之さんは、まあ、その間って、なんかオンラインで DJ とかってやる機会とかってありましたか？いくつかやりましたね。本当にオンラインで、その、ライブでやってるのじゃなくて、本当変わりましたよね。なんかその、プロモーションのこうやり方っていうか、一つのなんか、形ができましたよね、なんかあれから。要は、週末とかやっぱりみんな外に行けないっていうので、うん、やっぱりでも音楽を聴きたいっていう、その、欲っていうか、こう、欲してるところはあると思うんですけどね。それで、例えばなんかどっかで、一つあったのは、今だから5月の初めぐらいだったかな、なんか、ドイツのドレスデンっていうところで、はい、ブッキングがあったんですけども、そのブッキングはまあ、飛んだってかできなくなって、うんうん、でそのクルーがちょっと作ってくれないかみたいなのでオンラインイベントっていうんですか、うん、まあパーティーのオンラインイベントをやったんですけど、うん、その時に収録はしましたね。で、2、3やったと思うんですけど、ね、うん、今だから Facebook とか見るともう毎日のみたいに、うん、なんか Facebook ももっとこうテレビみたいになりましたよね、昔と違って、うんうんうん、そうですね。なんかもう動画ばっかりですね、なんか流れてくる。そうよね、今、それは自宅からですか、配信したのは。それは、ダウ完結のミックスを、提供したかったです。なるほど。だから映像は向こうがやってくれた。あ、そうなんですね。ここだけ、それはね。なるほど。で、もう一つなんか、その、イギリスのボルターフェスティバルっていう、はい、前の週にやる予定だったやつ、うんうんうん、のやつは、プラハのファンクション1のスタジオに行って、うん、あ、で、そこで、まあ、2回目使って、うんうんうん、やりましたね。あ、なるほど、やってみたらやってみたら面白いですよね。そうですね。なんかその反響とか反応とかってやっぱ違いますかね、そのクラブでやるときと。なんかまた違ったこう、うん、楽しさがありますね。クラブとかでやっぱりこうダイレクトっていうかこう、はい、わーってこう踊ってるのをこう見れるじゃないですか。うんうん、で、終わった後にこう、うん、実際に話して、お互いが思っていることとか、はい、いろいろ共有できて、もちろんそれすごく楽しいことなんですけども、うんうんうん、またこう、ウェブとかでこう自分がなんかまあ出したりとかって、こう、はい、声がだから、こう、パーティーだと、すごいとか、なんか、かっこいいとか、なんか、いい、これいい、好きとかっていうのが、まあ、言ってても多分、大声で聞こえない部分っていうのがあると思うんですよね。うんうんうん、でも、オンラインイベントってそれがダイレクトに見れるじゃないですか。そうですね。とか、なんか、ライクがピン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 とか出たりして、あれがだから、なんか違った楽しさではありますよね。うんうん、そうですね、確かに。まあ、別物っていうか、なんでしょう。まあ、多くの方がおっしゃってるんですけども、その、リアルの代わりのオンラインっていうよりかは、なんかこう、並行して、別々のところにあるものみたいな。そんな感じですよね。なんか違ったまた高揚感があって、あるあるですごい楽しいなと思いましたね。なるほど。はい、まあ、今このコロナが徐々に徐々にですね、感染者数が減ってきて、まあ、その元のすくわしがちょっとずつ戻ってこようとしてるんですけども、今までと同じようにまたその諸外国に DJ しに行けたりとか、いろんなことができるようになった時に、田之さんとしてやってみたいことっていうのはありますか？やってみたいことですね、はい、やっぱりこう目をこう一緒に同じ場にいて、はい、で話し合うっていうのはすごくやっぱり、うん、なんていうのか、こう僕の人生の中でまあ大事なことというか、はい、うん、結構こっちに住んでみて思うことは、なんですかね、こう、まあ、日本でももちろんそうだと思うんですけども、なんか100km違うところに行くと、うん、自分の思ってたことが全くこう通用しないみたいなことが多々あるんですよ、うんうん、その言語もそうなんですけども、うんうんうん、振る舞いだとか、なんか、うん、まあ、まあ着てるもの全部とかね、いろいろね、うんうん、そういうのが、で、そういうなんかこう違いをこう、うん、なんていうか、ニュートラルするにさせるというか、うん、こう話してみて、お互いにこう、うん、意見をまあ分かち合うじゃないですけども、うん、その話し合うっていうのはすごくこう大事なんですよね、はい、僕の中で、うん、でやっぱりこうやってだから Facebook とかでこう普通に話していて、うん、まあ、その仕事的なとかなんかいろいろこういうので、うん、物事を進めることはできると思うんですけども、そういうやっぱりなんか実際に会ってみて、はい、
まあ共有、物事を共有するじゃないですけど、ね、うんうん、そういうことが、を したいですね。やっぱり、まあ実際に会ってこう、うん、まあ酒飲みたいですけど、ね、うん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 、そういうのがやりたいです。あとはいろんな景色とかもやっぱり見てみたいっていうのがありますしね。うんうん、なるほど、うん。リアルな場でリアルに人と会って、で、しか伝わらない部分っていうのがね、どうしてもありますもんね。うん、なんか雰囲気とか、なんかその人なりの、なんかそういうバイブスみたいなものって、うん、オンラインではちょっと伝わらなかったりとか。うん、ありますもんね。うん。で、やっぱ外出れないっていう、なかなかその、まあ、ちょっとずつ解消されてますけども、まあ、その他の国に行けないだとか、うん、いろんなことがあるっていうので、まあ、それですね、外に出るっていうことですよね、やっぱり。そうですね、外にね。最近はもう、だいぶ、日本でもそうですよね、うん、もう、だいぶ出れるようになってますよね、今ね。まあ、現時点、6月7日時点では、東京の周辺と北海道は自粛が続いてるんですよ、まだ。で、なるほど、なるほど。僕はその滋賀県ですから今も出ていいんですけど、でも京都は京都で、独自で、京都に入ってこないでって言ってたりとかしてて、あ、ほんと？でも観光地なんで、ちょっと京都に来るのは、19日まで控えてくださいと、京都の人が言って。あ、でも、国としては、東京、埼玉、神奈川とか、その東京の周りと北海道以外は自粛解除です。6月1日からは行き来して自由ですって言ってるけど、京都だけは京都の行政が独自で自粛してねって言ってて、なんか言ってることがだからもうバラバラなんで、なあ、そうなんですね、どっち信じんのっていうのがあったりもしてますけどね、うん、日本は。まあでも一日も早くね、その例えばクラブのイベントでも復活してほしいし、まあリアルに会って、ね、まあ、ちょっとずつ僕も、うん、昨日なんて、京都に行ってまして、で、久々に友達とちょっと軽く飲んだっていうのをやったんですけど。ああ、いいじゃないですか。それ贅沢ですね。贅沢ですよね。久々ぶりにやりましたね。3ヶ月ぶりでしょうか。はい、うん。もう京都すぐ近いんで、うちでも県境に住んでますからね。いいですよね。稲市でしたっけ？違います。国道ですか？何でしたっけ？国道の5、なんとか5とかいうところですよね。ダイレクトに行くところが。滋賀の。市が、うちはね、普通に国道1号線ってやつ。1号線じゃない、1号線で。稲市は京都と大阪ですね。茨城と。稲市はごめんなさい。違ってました。京都と大阪の方ですね。今はでも近い、そういう感じのところですけども。はい。まあ、でも、リアルに会うっていうのは、まあね、ありがたいと、しみじみ思いますね、やっぱりね。ぜひぜひ、次回に日本に行った際には、旅行った愛は、ぜひぜひご一緒させていただけたら、ぜひとも、はい、よろしくお願いします。はい、それで、たぬきさんが、新しいレーベルを始められたということで、あ、そうなんです、そうなんです。ちょうど、はい、ちょうどね、立ち上げたばっかでしてね、はい、今日だから、6月の1週間ぐらい前ですかね、はい、に、ずっと、ハードテック JP.jp で、お世話に、なっている、DJ シャープにさ、ジェラさん、うん、はい、と、他の、日本のクルー、うん、を、中心として、うん、新しい、まあ、レーベルを立ち上げたんですけどもね、はい、そもそもなんか流れっていうのが、そのハーティクド JP を、うん、マジアさんと会ったのが、はい、2000、いつでしたっけね、9年か10年の、秋葉原3丁目ですかね、うん、なんか、で、たまたまちょっとご一緒させていただいたんですよ、うん、休校さんに呼んでいただいて、うん、で、何でしたっけね、新宿のなんかファンクションワンのサウンドシステムがあるクラブなんですけど、はい、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、うんうんうん、そこで一緒にやってて、で、その時はもう本当、ジェアさんももちろん音楽も全然知ってたんですけども、うん、いや、実際にこのプレイしてるのっていうのはね、見たこともなくて、で、まあ、プレイしたの見てたんですよね。はい、そしたらもう、すごいキラキラした目で、ディスプレイって言ってた、ラップトップを見てて、はい、で、うんうん、めっちゃかっこよかったです。で、うんうん、で、その時、こういう、なんかもう本当ピュアさを感じたんですよ、すごい、その時。子供のような目で。そうそうそう、そういう感じで。うぶな。で、そうそうそう。で、最初話した時、何の話したんでしたっけ、なんか、キックの作り方、そのハードテックのキックとかで、うん、そうどうやって作ってるんですかみたいな、確かそんなような話してて、うん、で、おそらくそれが始まりだったと思うんですよ、ね。なるほど、うん、で、その後に、うん、でも本当その頃だから、何年前です？そうすると10、もう10年近く前だと思うんですけど、本当誰もハードテックとか知らなくて、で、うん、でちょっとしてから、もう僕はその後、チェコに移った後だったんですけども、うん、ハードテックのパーティーを開いてくれた。うんうん、で、何年だったかな、あ、これです、これです。オタクスピードワイド。オタクスピードワイド。うん。これ、いつです、2013年ですね、うん、の時にドクター・ルーニーと僕を呼んで、うん、いただいて、
アマテラクシーの時。アマテラクシー、はいはいはい。そうそうそう。で、やってて、本当になんかもう本当おかげさまでね、もう、ジェアさんがいなかったら、もう日本に今こう、はわっていくっていう、こう僕らのその周りの、あの、音楽っていうのが普及してなかったっていう、もう本当、そうなんですよね。で、で、そっから、一緒にだから、はわっていく、.jp っていうのを作って、はい、で、始まりからあれだったんですよね。その僕らのその、こういう音楽っていうのを、あの、ドメインを取得するところから始まって、あの、日本の方にその、配信し、その、なんていうか、送り届けていきたいなっていうところだったんですよ。なんか最初全然なんかもうレーベルをするとか、なんか CD を作るとか、M3 にとか全く考えてなかったんですよ、本当に。で、ある時点で、その、なんかそのリリースをしてみようかっていう時が来たんです。はい。そこで、始まりだして、で、やっぱり、ハーティクドチェピってその、アドレスの名前だったりとかするじゃないですか。はい。で、まあそこから始まって、なんかもうちょっとこう、なんかレーベル的なことっていうのを、もっと僕らの曲、そのオリジナル曲を作ってやっていきたいなっていうところがあって、発信したっていうところが、始まりだったんですけどもね。はい。ちょっと話戻しました、その新しいレーベルのレーベル名ってまだ聞いていなかったと思うんですけども、はい、レーベル名はね、夜のあのナイトに、はい、オン、あのオン、で、オンザデスクのオンに、はい、オン、地球のアース、ナイトオンアース、ナイトオンアース、おお、これが、はい、なんかなんかね、そのハーティクドチューピーの後で、はい、こう、まあ、僕はだから、その、今こっちにヨーロッパにいて、で、日本も行き来して、で、ジェアさんとかもなんかこう、アメリカ行ったりとか、ドイツ行ったりとか、いろいろされてる中で、で、こう、やっぱ日本とこっちの、その、架け橋じゃないですけども、なんかそういうような、こう、名前を探していったんですよね、となるような。例えばなんかこう、なんかフロンティアだとか、こう、グローバルみたいな、そういうのをいろいろ考えたんですけども、ちょっとなんか、硬いというか会社っぽいっていうか、なんか、そうそう、なんか、ちょっときつくて、で、はい、ある時にその、まあ、見つけたんですよね。ネットフリックスのあの、ナイトオンアースっていうあの、シリーズがあって、はい、で、それをちょうど見てて、うん、すごいいいドキュメンタリーなんですけど、うん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 、これいいんじゃないかなって、で、ナイトはあの、レイブのあれ、うん、はいはいはい。それで決めたんですけどもね。なるほどね。うん、ですから、まあ、その、世界を意識したっていうか、おっしゃった通りヨーロッパと日本っていうのは、はいはい、そうちょっとその、ビッグな大きい感じの名前をつけられたということで、まだ具体的なリリースとか活動の予定、それがね、はい、来週にとりあえず僕のね一発目のねソロがね、うん、出るんですよ。おお、早速もう全部リリースで、はいはい、出まして、ええ、でその後はまだちょっと言わない方がいいかもしれない。あ、なるほど。タッグクルーの各アーティストもね、がね、ちょっと控えてる感じ、ね、なるほど。はい、楽しみにしていただけたら。来週のたぬきさんのリリースは、どこで？ね、15日、もう本当にもう、Spotify とかも全部、いろんなところで、はい、流通されると、うん。はい、はい。なるほど。デジタルですね、なんで。デジタルで、はい。はい。じゃあ、そのたぬきさんの最新情報は、こちらの Facebook のページを見れば。出てくると、はい、いうことで、はい、で、最後の最後で申し訳ないんですけど、そのハードテックを、はいはい、まあ、魅力っていうか、どんな音楽かっていうのをちょっと田中さんのから。あのですね、僕らがやってる音楽のその魅力っていうのは、はい、もう基本的にまあ速い音楽なんですけども、うんうん、BPM で言ったら180、90、200とか多分速いですね。うん、面白みっていうのはなんか、すごいダンスがしやすい音楽かなって僕の方には僕は思うんですよね、うんうん。で、一つはビートがすごいしっかり安定してて、はい、強いキックだったりとか、うんうん、で、メロディックなものももちろんありますし、うん、メロディックじゃないものももちろんあるんですけども、うん、僕らのなんかその持ってるこう、まあ良いところっていうのは、うんうん、よかったら何でも取り入れるっていうところがあるんですよ。うんうんうん、だから例えばなんかこう、まあ本当なんで、ロックだとか、レゲエだとか、うん、もういろいろありますよね。ダブルステップだとか、ドラムンベースだとか、うん、ハッピーな音だとか、はい、そういう、もう本当に、そういうものを何でも、よかったら取り入れちゃうっていう、なんか、うん、なんかよかったらやっちゃえじゃないですけど、うん、じゃ あるサンプリングミュージックとこう、はいはい、通じている考え方っていうのがあって、で僕もだから今、こういろんなものをこう模索してる、今でも本当にそういう段階で、だから、いろんなものになんかこう、アンテナ張って、で、うん、結構こっちの人ってのもそういうのが好きなんですよね。なんかこう、新しい、ね、日本の方ももちろん一緒だと思うんですよ。うんうんうん、新しくてオリジナルだったらこう、うん、面白いじゃないですか、ね。うん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 、それを、
いつもだから何でも良かったらいいやっていうのも、別に BPM がどうとか本当全く関係ないんですよ。160になったりとかもしますし。だから、あんまりそういうところではなくて、だから、なんか自由にすごいやりたいものをやってるっていうのが僕らの、あの、まあ面白みなんじゃないかなっていうふうには思いますね。なるほど、なるほど。はい。自由度の高いけど、やっぱり基本としてはハードめっていうか、あの、キックが、ボトムがしっかりしてるって、まあ、BPM も、BPM 幅あると言っても、90とか80で1曲終わるとかはさすがにないじゃないですか。やっぱ150から200ぐらいの。まあ、あの、一般的なダンスで言ったら、早いって言われる。早いと思いますね。そうですね。ドラムベースとかとも同じぐらいっていうか、そうなんです。ドラムだと、今、こっちでドラムだと、ま、174、5、180とか、シュッ、ね。で、結構、ドラムとかのパーティーでも、でもね、なんかね、BPM を180ぐらいの作ってる人もいるんですよ。はいはい、はい。174とか作ってる人も、うん。で、イギリスに行くと、180が主流なんですよ、ドラムって。なるほど。なんか彼ら上げるんですよ、ちょっと。早いですね。で、そこの180でやったりとかっていうのがあるんで。うん、だから、なんかそのもう本当、人によって速さっていうのはある程度違ったりするんですけど、はい、まあでも、速いですよね、やっぱね。基本そうですね。やっぱりがっつりとした、その、なんかパンチのある音楽っていう印象の通りかなというふうに思います。はい、まあ、そのハードテック気になる方はですね、たぬきさんの最新リリース、6月中旬ぐらいに、15日です。よろしくお願いします。15日にリリースされます。はい、そちらの方もぜひチェックして、聞いてみて。よろしくお願いします。はい、ください。ということで、本日はですね、チェコからですね、DJ、プロデューサーとして、活動されている、たぬきちさんにですね、お越しいただきまして、音楽活動の話、そして、まあ、チェコの、コロナどうなったかという話、いろいろお聞きすることができました。まあ、なかなかヨーロッパの生の、話っていうのを聞く機会が、この番組でもなかったので、今日は、聞けてとても楽しかったと思います。はい。皆さんもですね、そして音楽、ハードテック気になりましたら、ぜひチェックをしてください。ということで、たぬきちさん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。